はいどうもヒロードです。今回はファイトのアルトリアのセイバーさんです。いやーあのね、見逃してたね。こんなさ、防具のタイプ1なんて誰も使わねえよと思ってたんだけどさ、いたわ。いやつい先日ね、こんな防具使わねえよってこうツイートしたわけですよ。下の根も乾かぬうちに使いましたよね。まあでもこんなねごつい防具をね使うやつがね、まさかいたとは思わなくてね、盲点でしたよね。あ、そうそう、盲点で思い出したんだけど、まあキングダムにも出てくるじゃない、春秋戦国時代のねキャラクターなんだけど、キャラクターっていうかまあ実際にいた武将だけどさ、あれのキャラクターまあ作れるっちゃ作れるんだよね。でこのさ、デラックスエディションのさ、このイニシエ武将10人なんか自分が作ったらどうなるんだろうなってちょっと今思ってるんだよね。まあ後でね試そうかなと思います。まあ、耳なんですけど見えない部分なんでいじらなくてもいいのかなとかちょっと思ったりしてます。タイプ8のアホ毛なんですけど、まあ嫌でしたらね、なしでも大丈夫です。それにしてもさ、このアホ毛さ出過ぎなんだよな。アイシャドウはですね引かなくてもいいんですけど、もしも引くんでしたらタイプ2ですね。いや引くのはアイラインで、口紅とチークは塗りません。身長が154センチですね。防具なんですけど、タイプ1のね、マテリアルもタイプ1でいいと思うんですけど、もしも持っているんでしたら腕防具はスザクの方がいいと思います。アクションなんですけど尊敬にしました。ですね、演術の再建にするとですね、無双結構光ったりするんですよ。まあ炎症もそうだと思うんですけど、再建は月が多いんで切るんでしたらやっぱりね尊敬の方がいいと思います。明日の予定は同じフェイトから玉物前さんを予定しております。はい、では以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。